5時に起きることができまして、そう起きられたんですよ、5時に。よかった。心配だったけど、そう昨日ね、結構すって眠れた。そう、これ明日朝早いから眠れなかったらどうしようと思ってたんですけど、無事にもう結構4、5時間眠れたので、そうだ、よかった。本当に昨日ちゃんと寝れ、そう、眠れたから今日生きていけたね。移動中ちょっとうとうとしちゃったけど寝なかった、分。 インスタ早かったでしょ。そうそう、5時起きだった。いや、もう眠れたの、よかった、本当に。なんかまあね、5時間も寝れてないか、でも4時間くらい、4時間半くらい、まあ眠れればもう十分ですよね。そう、すごい頑張れました。そうだね、ちょっと明日もまた一日お仕事なので、寝ます。でも私全然ショートスリーパーってわけじゃなくて、ちゃんと睡眠は取りたいんですよね。取れる時は。そうだから今日は睡眠たくさん取れたらいいなーって思うけど、今日もよく眠れそう。今日も早く寝ます。そう、今日のロケはね、すごく雪の多いところで行ったりとか、いろいろ作ったり、いろいろ食べたり、いろいろしました。いろいろしまして、いろんな場所へ行って、そうだからまあ今月かな、2月中には、もう皆さん見られると思いますので、楽しみに待っててください。 匂わせてましたけどもね。そう、匂わせてましたけど、楽しみにしてて、楽しみにしてて。ありがとう。寒かったね、今日も。雪降ってた、雨も降ってたし。雪降ってた、さあ、でも今日も朝寒すぎるだろうなって思って、昨日の夜の時点でもう今日の朝はもう朝早いし、5時なんて本当にもう凍りつくように寒いだろうなってもう予想して、なんかもうね、何、ヒートテックのタイツみたいなやつと、あとヒートテック、こっち、そうだから上下のヒートテックと、あとまあ私服と、あともうマフラー、手袋を、帽子とかも全部用意してから寝たから。そう、まだ暗いしさ、もう朝、なんか朝って眠すぎて、なんかあっちからコート取ったり帽子取ったりマフラー取ったりって絶対できないと思って、頭回ってないし、なんかもう今日前日の夜に全てを準備しておこうと思って、珍しく。 もう完全防備したおかげで朝あんまり寒くなくてよかったーって。 守った、本当に。いや、偉いよね。あ、やっぱ腹巻きしてなかった。 でも今日はお腹に、北海道だっけ、待って、今急にな、お名前ど忘れちゃった、北海道貼ってました。 だから超あったかかったよ。そう、お腹も温めます、もちろん。ちゃんと準備したからよく眠れたのかな、それもあるし、昨日配信でね、みんな優しくしてくれた、いつもだけど。 だしね、
おかげで今日はすごくなんか不安な気持ちなく終われましたよね一日。うん。でも今日はね、ちょっとね明日に向けて本当にやらなきゃいけない、絶対にやらなきゃいけないことがあるので頑張る。うん。やります。お風呂、まずはこの配信が終わったらもう速攻で絶対に絶対にお風呂に入り、すぐ。すぐに。私はもう配信前になんとお風呂を溜めているので今溜まっています。私結構計画的なところあるよね、時々。いや本当に私は MBTI 診断で言うと最後のそのなんか J か P みたいなのがあるんですよ。何だったっけな、 J か P って。なんか J はちゃんとこうなんか予定を組んでちゃんとこう予定通りに物事を進められる方で、なんか P はなんて言うんだろうな、なんかもうその場でみたいな、その場でみたいな、その場のノリで一緒みたいな。いやこれは私調べだから私の言葉なので全然合ってないと思うんですけど、うん、そう、私は本当に P ですごく、まあ悪く言うととっても計画性がないんですよ。そう、でもこういうところもあるんです私。だから見直したでしょ。うん。P は泊まりに行くときに泊まりに行くとき、ゆなこんちに泊まりに行くとき、ほぼ手ぶらで行ってたな。そういうところか。うん。でもだから本当 P そんな無計画ではないんです。私はちゃんと、あ、そう、歯ブラシも置いてあるからね、夜中んち もともと置いてあった、今はあれだけど、うん、そうで、だから私だって計画的なところもちょっとあるんだよって、なんか結構一日のスケジュールをこうなんか朝っていうか前日とかに次の日の予定とか立てるのも好きだし、当日その予定に沿ってちゃんとこう計画的に行動するのも好きだし、だから私はただの無計画な女ではないんです。はい。ですです。 A 型みたいな、あ、めっちゃ A 型。なんかその私の血液型知らない人とかに私何型だと思うって聞くと大体 A って言われる。9割くらい、8割9割 A って言われる。 A なんだけどね。そう、逆に A 以外あんまり言われたことない。まあたまに O 型とかも言われるけど、みんな何型とか聞いちゃっていいの？みんな何型、あんま血液型とかの話したことないよね。O 型、B 型、A っぽい？よく言われるの。O っぽくも見える。あ、本当？でもそれも言われる。うん。O 型。知りたい。A 感ある。私 A なんですよ。A 型なんですよ。あ、すごい。
型、何型だと、え、待って、 AO が多いね。 ABAO BABBも A、 やっぱ A が多い。 B、 B、 あ、 B も多い。 O、 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 A、 O、 O、 私は家族みんな A です。 A 型家族だよね、多分。うん、そうです。あ、いや、違う、弟何型だっけ。いや、A だと。うん、 A だけどよく B と言われる。でもみんなぽいわ。うん、ぽいわ。 A だよね。 A です、 A です、全員 A です。 A、 AA か O、 あ、 A だ気がするな。うん、確か A、 いや O ではなかったけど、全員 A だったんだよね、多分。うん、ね、すいません。すみません、いきなり血液型とか聞いちゃって。うん、O と女 A 相性いいという。へえ、なんかさ、そういうなんか相性とかさ、その A 型っぽいとかさ、 O 型っぽいとか、そういうの何なんだろうね。なんか自分も 言っちゃうのよ、その、あ、何が 何型っぽいよねみたいな言っちゃうけど、でも何を根拠に言ってるのか分かんないんだよね。なんか雰囲気で。そう、それなんのかな、やっぱり。うん、なんかよく言うじゃん、蚊に刺されやすいのが O 型とかさ、なんなのそれ、美味しいの O 型の人って。わかんないじゃん、本当に。それ本当になの。うん。人数が多いからちょっとわかんないんだよね、ノリ。私もノリで言うけどさ、いつも、うん、ぽいよねみたいな。新型っぽいよねって何って。うん、ね。蚊に刺さりやすい、本当なの。大型の人は美味しいの。でもね、そうだよね。でも確かにさ、なんか血液型ってさ、当たるとき当たるじゃん、この人は何々型っぽいみたいな。だからさ、いや、ほんと分かんないなって思って、謎ですね、面白いですね。うん、私はね、美味しくないんだよね。実は、うん、みんなは食べたことないから分かんないだろうけど、私は美味しくないんだよ。私本当に蚊に刺されにくいんだよね。なんかそう、まずいんだよ私。あんま期待しない方がいいよ、美味しくないの、ね、食会いいよ。そう。本当になんか、でもね、その年によってあるの、年に、今年は蚊に刺されやすかった、今年は蚊に刺されにくかったっていう年があるから、多分なんか変わる、その年によって。美味しさがなんか、なんか面白いね、なんかワインみたい。
かんないけど、うん、そうだから去年はねあんま美味しくなくって私全然刺されなかったの、うん、いや今年は分かんないだから、そうで一昨年は刺されやすかった、多分ただ単に行った場所とかにもよるんだろうけどね、うん、あカラスに本当にカラス嫌い、私カラスに好かれるんだよね、嫌いなのに、もう私本当にもうこの世で2番目、いや1番2番カラスが苦手、本当に苦手、うん、もうカラス本当に怖いの、もうカラスが道にいると私歩けない、ううって、そうなんかこの間外にそう外でなんかこの道歩いてたんだけど、なんかカラスがいて目の前に、でもそこ通らないとなんか通れない道で、でも本当にカラス嫌だからなんか他の人が行くのを待ってそう行った、うん、カラスも小学生の時に本当に嫌なことがあって、もカラスに嫌なことされたの私、そうカラスにさ遠足でさ持ってったお菓子取られたの、もう嫌い、許さない許さない、うん、本当に許さない、そうだよ遠足で行ってさまあ私がリュックを開けてたから悪いんだけどね、そうチャック開けてたから悪いんだけど、はあ、なんかちょっと目を離した隙にカラスが私のお菓子袋を丸ごと持ってってで後から学校の先生がそのボロボロのお菓子の入った袋持ってきて、これ誰のですかって言われて、でも私は本当泣きそうになりながら、はい私のですって言って、もう見たら全部食べられてて、もう綺麗にプッカプッカ食べられて、許さない、全部綺麗に一粒も残さず食べてさ、許さないんだけど、あの時のカラスがいたら本当私ブロックするよそうだよ、だからおやつなくなって、だからそれでも私本当メンタルがもううわってなって、でなんか多分私が本当もう本当に半泣きになってたから、そう周りの人がくれたのお菓子とか、もうそれを優しいなと思って、うん、そう、もうそれからもうカラスが大大大嫌い、大嫌いになって、もう見るだけでやだ、ビッグサンでもカラスは飛ぶ、わかる、あとさバンダイも多いじゃん、もういつもビクビクしながら歩いて、なんかこの間ニキドラでご飯サムギョプサル食べに行った帰り、まあ、みんなで歩いてたんですけど、なんか暗闇なのにその電線にすっごいいっぱいカラスがいて、もうほんと怖くて、そうなんで暗いとこにいるの、やめてよ、隠れてるつもり見えてますけど心の中で思ってた、うん、いっぱいいた、もうほんとに20匹じゃ20羽くらいブワーってさ止まっててさ、なんで夜なのにいるの、寝ないよ家でって思って、うん、そう大群がいたの、うん、早く帰りなよと思ってためっちゃ怒る、本当に信じられない、もう帰って帰ってって思いながら歩いてた、本当に天敵、私のカラス思い出です。皆さんもありますか、小学生の頃の苦い思い出、私はそれです、あとはマラソン大会で転んだこと
苦い思い出、うん、恥ずかしかった。ゴール直前の最終カーブで思いっきりこけてめっちゃ恥ずかしかった。うん、小学生の頃、うん、苦い思い出。そうなの、転んだのに1位だった1年生の時だけどね1年生の時だけどね、うん、話し飼いの犬に追いかけられてない。あ、はね、待って、私もそれある。小学生の頃犬に、でっかい犬に追いかけられて、そう、噛まれた甘噛みされた。でもそれはもう解決した、謝って、お互いごめんねって、いいよ、あや解決した。あとあとね、なんか何だったかな、なんか小学校がたまたまその早く終わった日があったの。そうで、なんかあって、でそのみんなで集団下校みたいな、そうになって、小学生の頃で、私ちょっとなんかテンション上がってて、早く帰れるから、そうで、ウェーイってすごい、ウェーイってこう、私の小学校なんかすごい階段があったのね、入り口にすっごい高い、すごいいっぱい階段があったんだけど、でもそのピョン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 、なんか嬉しいな嬉しいなって思って、階段とかもピョンピョンピョンって飛びながら降りてたら、思いっきり踏み外して、思いっきり踏み外し、もう足クキッってなってしかも一人の時、そう、集団下校なのに一人なわけない、でもその時は一人だったの。で一人でもうクキッってなり、めちゃくちゃ痛くて、あ、これもうなんかこれやばいって思って、足引きずりながら、ね、ほんと泣きながら帰って、本当に痛くて、なんかさ、一回クキってなるとさ、なんか一回くじいちゃうと癖ついちゃうじゃん。で帰り何回も何回も同じとこくじいちゃって、あ、今も思い出す、ほんとに痛かったあれ。そうで、本当に泣きながら、本当に泣きながら歩いて、そう帰って、うん、なんかその集団下校だったから、なんか周りにも人がいたのに、なんかでもそれでも本当に痛くって恥ずかしくって辛くて泣いちゃってて、そうでもその一人になってからもずっと泣いてて、でその帰ってきてすぐ病院に連れてってもらったの。そしたら捻挫だった、倒れてると思ったので、結構重めの捻挫、そう重めの捻挫でめっちゃ足パーンって腫れちゃってそう腫れて、でしばらくその足引きずりながら生活してたそう辛くない、うん、本当に結構あった。小学生の頃はね、まだ記憶があるんだよね。そう、逆に中高が覚えてなくて、私あんまり、小学生の頃ならねあるうん、学校のすぐ前にバス停あるのに、どこかあるか分からなくて、時間知らない遠いところまで行きました。それ辛いね、でも分かるよ気持ち、うん、私もそういうことあったことあるそう、あ、なんか松葉線もらえなくてそう、ちょっとさ、なんかさ、小学校の頃憧れてたのよ、松葉杖とか。だから、あ、これ捻挫したってことはもらえるかなと思ったら、もらえなくて、そうで、引きずって、普通にシンプルに引きずって歩いた、なんでもらえなかったんだろう、普通に痛かったんだけどな、もらえなかった。そうでもさすがに歩くのきつくて、なんかあの3日後くらいにもらいに行ったかも、うん、松葉杖
なんかさ松葉杖さ持っていくとさ、なんか学校のその人たちに触られるじゃん。それもちょっと憧れだった。いいよみたいな、使っていいよみたいなあ、眼帯とかもわかる。眼帯とかをしてみたかった。したことない。でも眼帯は、うん、そう、眼帯に憧れ、めっちゃわかる。私も憧れてた。足痛くて病院行ったらこのくらい来るのとこやった。それはひどいね。私そんなことやって泣いちゃうよ。なんでそんなこと言うんですかって。うん、そう、眼帯なんかさ、いやなんか憧れるじゃん。小学生の頃ってそういうの、メガネとかさ、眼帯とか松葉杖とかさ、ちょっと憧れるじゃんなんかすごく元気だったから、そういうのがなかったからさ。あとさ、なんか手、私骨折したことなくて、まだ骨折経験ないんですけど、なんか手とかさ骨折するとさ、こうやってま、なんかすごい包帯巻くじゃん。そう、こうやって、そう、腕こうやってつって、うん、ああいうのとかなんか一度は経験してみたかったなって骨折したことないの。うん、何もない、まだ捻挫しかない。私の最大の怪我は捻挫かも、今までのうん、小学生の時自転車乗っててバイクでぶつかって救急車で運ばれて、大丈夫だった？それ大変なやつじゃん。本当に救急車乗ったことないです。あんまりその大きな怪我をしたことがなくて、確か、うん、だからさ、逆にもうこうやって大人になるまで骨折とかしたことないから怖いんだよね。うん、骨折ってどのくらい痛いんですか？え、もうやばい？私骨折したことなくいから、なんかその多分した時、大人になってこれからする骨折、人生で1回くらいすると思うんだけどさ、そう、なんか分かんなくて、うん、そう、でもね、なんかこうやって大きな怪我もなく今まで過ごして、うん、来られたのはすごく嬉しいことなんですけどね、うん、でも考えちゃうよね、いつか骨折したとどうなっちゃうんだろう、不便、うん、虫歯が痛すぎて救急車呼んだら歯医者行けと下ろされちゃったってなんか笑っちゃいけないけどさ、これ、そう、ちょっとね悲しいよね、それ。本気で痛くて呼んでるのにさ、折れた瞬間痛いけどその後で、そうなの？スキーで骨折した。スキーってね危ないよね。でもスキースノボって、あ、なんか星になっちゃう、ね、骨折がダメだったか、ごめんなさい。今骨折中なの？嘘、大丈夫？そう、だからなんか気をつけたいなとは思います。そう、大きな怪我は皆さんもね気をつけてね、特に冬場とかは、うん、私泣いちゃうよ、その、みんな怪我して公園来れないって、うん、そう、公園来れないってなったら、私がさいつも行ってる整体のその方、お姉さんが2人いるんだけど、なんかそのうちの1人のお姉さんがずっと見てなくて、最近、そうそう、でどうしたんだろうとは思ってて、でなんかたまたま、なんだろう、その話になったのかな。そう、いや向こうのそのもう一人のお姉さんから話してくれて、そのずっと最近いないお姉さんはどうしたのかっていう話をしてたら、
雪でその滑って骨折して足を、そうだからずっと今来れてなくて仕事って言ってて、いやそうだよね、普通に雪で滑ってさ転んで骨折とかありえるよなと思って、うん、そうそう、それでいなかったんだと思ってね。でも最近行った時に、一番最近行った時にその人いて、そう足めちゃくちゃ痛そうにしてたあんまりなんか申し訳ないから詳細とか聞かなかったんだけどさ、うん、そう、だから気をつけてくださいね、雪道歩いてたり、あと車も気をつけて、みんな車乗るんだよね、乗らない人もいるのかな、私は乗らない人だけどうん、そっとしてました、うん、話したいのかなそう聞かれたいのかな、うん、バイク通勤、バイクもう気をつけて、本当にそうだよ、車スリップ気をつけて、私も気をつけるね、うん私はいつも歩いてるけど気をつけます。やっぱさ怖いの、雪道は怖いんですか。そう、私本当にわからないから、経験がなくて。でもみんな車乗ってるんだね、なんか想像つかないわ。つくけど、いやつかない車乗れるのみんな乗れるわってな、ごめんね。そう、雪でも劇場行き、ありがとうねバンダイ凍ってるよね、いつもこんな足の上の凍ってる道は怖いよね、うん、スリップしたらやばい。え、乗ってるのみんな車想像つかない想像つかないんですけど、うん、想像つきません。面白いちょっとでもそうだね、あんまりスリップは経験したくないけど、ちょっと見てみたいかも、みんなが運転してるそう、ほーって、あ、こっちか、こっち、あ、違う、私は運転しないか、ほーってうん、安全運転でよろしくね、本当に私すごい怖いからスピード出てると飛ばさないでね、怒るから私、速いよ速いってそう、なんかさ、そのお仕事の移動とかでもなんかあんまり速いとね怖いんだよね、怖いって思っちゃうだから安全に、すごい心地よい運転をしてください、してくださいとか上から目線する、うん、そうね、ちょっと見たいかも。いやなんかわかんないじゃん、そのみんなとはもうめちゃくちゃ話してるけどさ、運転姿とか仕事姿とかさ想像つかないもん。そうねえ、であんまり私はその話をしないよね、そうしないからなんだけど、うん、しないけどね見られたくない仕事姿見られたくないよね、そうだよね、うん、そっか、自分が運転するときは大丈夫だけどってなるのか、うん、え、そうだよね、見られたくないでしょ、うん、まだじゃあさ
運転姿を見られるか、私に運転姿を見られるか、仕事姿を見られるか、どっちがマシ？緊張する。見れ、どっちも問題ない。あら、あ、どっちも大丈夫。素晴らしい。超えるかも。素晴らしい運転姿。素晴らしいですね。あ、みんな運転姿、あれ、あれ、やなの？仕事姿見られたくないんだ私に。おーって、覗きに行っちゃおうかな。おー、働いてるって。でも確かに、なんか私もさ、いや、これは私で言う、なんだろう、メイク姿とか、メイクしてる姿は絶対見られたくないから私。うん、そうだ、そういう感じなのかな。うん、メイク姿は見られたくない私。まあ、たまにショールームでやりますけどね。仕事場に来た会社の人が来ま、確かに確かにそうだよね。なんて紹介されたらいいの私。うん、なんて紹介する、あ、好きな人ですみたいな。うん、俺の彼女ですみたいな感じかな。友達です。あ、僕の推しです。正直に、うん、会社のおしゃべり会やってみせたこと、え、そうなの、言ってよ。うん、確かに私のことなんて言ってもらおうかな。なんでもいい、自慢の推しです。七地ですはちょっと厳しいでしょ。ん、ハテナが、ハテナだよみんな。会社の人みんなして、それ素敵、ありがとう。ありがとうね。うん、大事な人です、嬉しい。あ、ちょっとこれいいかも。俺がよく新潟行くのはこの人のためです。それいいね。うん、それ嬉しいね。自慢の推しですも嬉しいね。でも逆に私だったら、逆に私の職場にみんなが来たら、なんていうかな、私のことが好きな人です的な、うん、っていうか私のことが大好きな人ですみたいな。紹介するか。あんまり。オタクです。私もですみたいな。私の職場って何？ラブだじゃん。うん。飯使いです。飯使いです。確かにいつもみんな職場に来てたわ私の。職場来る。誰のファンか当てゲーム。でもさ、ちょっとわかるよね、なんか、うん、顔見知りですね。何そのちょっと気まずい距離感、やめてよ。うん、でも面白いね、なんかそういう妄想、私は嫌いじゃないよ。うん、いいね。こういう話嫌いじゃないです。うん、休み規模出す、大体新潟行くのって聞かれる。もう分かってるんだ、新潟でしょって。
タッフさんも誰が誰推しなのか知ってる。あ、うん、知ってるかも。結構知ってるかも。知ってますよそうね、メンバーもだけどさ、スタッフさんもよく見てるよね、みんなのことそう、そうなんだよね。うん、そう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 、誰推しか分かる。生誕祭があるのに休みます、かっこいいねそれでも大丈夫、今年はね、今年はもう私2ヶ月前くらいからもう日程出すから今年の生誕そしてず土日にやるからね私今年は。もう去年は去年当日にできてすっごい嬉しかったから、今年は土日にやるそう、もう早めにね、その直近の11月7日に近い土日をもう予約しておこう、この日やりたいですってそれでみんなにはもう 2,3 ヶ月前から言いたい、本当にこの日にやるからって、うん、助かります、ありがとう私もさ、みんなに来てほしいから、うん、当選しますよします大丈夫、うん、そうだから今年も楽しみにしててね、いろいろ、うん、そうだよ、うん、公演もだしね、いろいろね、今年も楽しみですね。じゃあ今日はランキング読んでいいですか、この辺で読みます、いきます。73位、ナナミの73位、ネロケン、ありがとうございます。ネロケン13位、読むよ、13位、アキヒロ、ありがとうございます。12位、ビン、ありがとうございます。11位みちおちゃん、ありがとうございます。10位、金髪のゆうすけ、ありがとうございます。9位、俺がマスルだ、ありがとうございます。8位、たかのん、ありがとうございます。7位、はる、ありがとうございます。6位、ふうか、ありがとうございます。5位、お酒、ありがとうございます。4位、くらげ、ありがとうございます。3位、 NGT49 カズ、ありがとうございます。2位、ゆうき、ありがとうございます。1位、みったん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ私はお風呂に入ってきます、すぐに絶対入る。じゃあまた明日も頑張ろうね、頑張ろうね。今週は3連休かで、公演もあるので、私はまたそれを楽しみに頑張ります。またね。おやすみ。ありがとう。